皆さんこんこにちは本日はですね、えー、令和3年度税理試験の結果を受けまして、えー、合格発表を踏まえた今後の対策というタイトルで、まあ、緊急動画でもないんですけどもね、えー、本日、えー、結果が発表されたというのを受けましてですね、まあ、お時間30分程度、上台を打てしましてですね、まああ、試験結果通知を受けた皆さん方、まあ、今後ですね、どういう形で、 えー、学習計画進めていくかとかあそういった部分を、まあ、主要な題材に、えー、お時間30分程度、まあ、頂戴いたしましてですね、えー、私どもの方からあ少しご提案なり、えー、お話をねさせていただこうということで今回この動画を撮らせていただいております、えー、遅くなりましたが私レックで担当しております会計学担当の富田でございますどうぞよろしくお願いいたします でまあ、今日ね、あのー、国税庁の方から、あまあ、正確には国税審議会の方からですね、えー、第71回試験に関する合格発表というのが、まあ、なされました。す、え、で、ー、にお手元にです、ねえー、結果通知届いておられる方々もおいでになるだろうし、まだ届いてないよという方もおいでになるとは思うんですが、まあ、いずれにしてもですね、えー、全体としてのお結果発表日が今日というところでございまして、今年度に関しては、 論の,です、ね、あの全国合格率は16.5%という状況になっております。 えー、で財務諸評論が23.9%というところでございますから、まあ、去年に比べればね、簿記論の合格率は多少下がりましたし、財、ま、評、あの合格率は多少上がったというところがありますがただ、まあここ10年スパンでものを考えたときにはですね、ま簿、あ、記論も決して悪い率ではないし、まあ、ある意味妥当なところと言えるのかもしれないけど、まあ、僕は個人的にはね思ったより率高いなと勇気がちょっとしましたね。 まあこれはあの先ほどツイッターでもちょっと上げさせてはいただいたんですがもうただただ一重に受験生の皆さんの努力の賜物だと思います。まあ僕はあのちょっとあの問題を見た時にですねやっぱりちょっと手の出しにくいところも多いのでえそういったところにはまってしまうとですねあのちょっと時間が非常に食われてしまう傾向があるんでまあそれが怖いなっていう感覚はあったんですがただやっぱり皆さんあのお話をね えー、試験終了後の回答解説会とか、まあ、そういったところでお聞きすればするほど、まあ、ある程度、まあ、典型的にはやっぱり連結だと思うんですけどねああいった問題については難易度がやっぱり高いし、えー、時間の節約という観点からも重要性は低いと考えてズバッと切ったと。 いう方々も多数おいでになったんで、まあ、そういう方はうまく回ったみたいですね。だからそういった問題の取捨選択見極めというのがうまく効いてる方々が、まあ、僕が思ったよりやっぱり高いのかなっていう気がしますよ。で、まあ、十六点っていう数字と、去年との比較という部分だけで言えばね。ボケロ論率下がってんじゃんと思うかもしれないけど、ね、やっぱ、こう、十年スパンでものを考えれば、やっぱりボケ論の合格率高めになってます。えー、ちょっと前までは、本当に10%ぐらいが当たり前だったんで。 えー、その前提からすると少し率も上がってきてるところもあるんでねまあまあ妥当なところだと思うし、えー、思ったよりも少し高めかなっていう気は僕は個人的にしましたね。で財表に至っては、まあ、普通に戻ったかなっていう気はします。やっぱりまあここ10年スパンの動向を捉えた時にはやっぱり20%前後いうのは普通だしまあ、今年はね23.9まで行きましたからまあ去年の分。 えー、これもおそらく受験生さんがしっかりリベンジを果たしてく,だってくれたんだろうなという気が僕はしましたね。まあ、あのー、比較的計算の問題があ令和2年度の試験。 70回の試験に比べると、まあ、71回の方のがちょっと手は出しやすいかなっていうところはあるけども図抜けで簡単とかっていうことは全くないのでまあそういうところからすればあ問題の質云々というよりもやっぱり受験生さんがあしっかりリベンジを果たしていただいた方が多いのかなっていうふうに僕は思いましたね。まあ、いずれにしてもお結果として会計学関連、まあ、こういった結果が出たというところでございます。で他の税法はもう相変わらずですね、えー、10程度 今年はととか13とかそこら辺の数字がまあ並んでますけどね、えー、やっぱりまあ税法はね、えー、ここはもう相も変わらずというところがありますんでまあそれに比べるとやっぱ会計科目っていうのは母数も大きいしね、えー、調整の余地もあるというところで波は多少税理士の科目の中ではどうしても出ちゃうんですがただまあそうね えー、一つの結果としては決して低いとかっていうものではないのかなっていう気がします。あとは僕は個人的にはねあの僕の受講生さんたちがあ無事合格をして頂い,いてることを祈るばかりだしまあ えー、残念ながらあうまいこと回らなかったという方々もねポジティブに捉えていただいてまあそれは難しいことではあるんだけど前向きに捉えていただいてね来年につなげていただければいいのかなというふうに思うんですがまああので、ー、に皆さんのお手元にね結果通知届いてらっしゃると思います。まあ あの何ていうのかな遅ればせながらですけどまずはねあの合格されてた方々には本当にお喜び申し上げますし、えー、本当にね1年間頑張って努力していただいたことがあ結果として形になったと思うんでね、まあ、来年以降も引き続き、えー、残りの科目を埋めるべく、えー、今と同じスタンスでね勉強を進めてもらえればきっといい結果つながると思うんでね。 まああの本当に合格された方々にとってはあ年末の本当に大きいクリスマスプレゼントにはなったかなという気はするんだよね。まあ、特にここ2年越しかな2年まではいかないかもしれないけどまあやっぱりねコロナの関係があってさ 全く何の影響もないですよっていう人も中にはねいらっしゃるかもしれないけどまあ基本的にそういった方ってねやっぱり少数だと思うしね、えー、仕事の仕方にしたって家庭の環境にしたってねやっぱりまあ大きな影響を受けてる方々っていうのは大なり小なり影響を受けた方っていうのはもう皆さんそうだと思うんですよ。でそういったね、まあ、ある意味気持ちの部分で、えー、不安を抱えながら勉強しなきゃいけないとかねいうところがあったりする中での結果ですからそれはねある意味、えー、大きな意味を持つ。 例年よりもしかしたら大きな意味を持つものなのかなというふうに思うしねまあねあのテレワークだなんだっつってなかなか会社に機会もなくなって、まあ、仕事はそれの方のがうまく回るって人もいるかもしれないけどとは言ってもやっぱりねあのなかなか人と接する機会が減ったりっていうのは仕事の仕方たうんぬんだけじゃなくてやっぱりコロナ全般であったと思うんでまあそういう中でね勉強を進めるっていうのはやっぱりね勉強自体もね ううちの当連なんかもそうだけどさ、やってもらったところでなかなかパッと点数が伸びるってわけでもないから、まあ、本当に不安を抱えながら勉強しなきゃいけなかったということを考えるとね厳しかったと思いますよ。まあ、その中でもしっかりと見極めるべき力というものを身につけていただいてね特に簿記論で合格していただいた方々はあー計算問題の見極めができるぐらいまで えー、知識というものを深めていただいた一つの調査だと思うのでまあそれはねあの自信を持っていただいて、えー、次以降の税法等にお入りになられた時にも前向きにそれはね活用していっていただければいいんじゃないかなというふうに思うしただまあ率がいいとは言ったってですねやっぱり難関の税理試験です圧倒的多数の受験生さんはあ残念な結果になってしまういうのは事実としてあるわけですよ。 まあ、ボキロに関して言えば合格率 16.5%20% いかないわけですね。ということは80%超の方々はやっぱり一生懸命やっても結果が伴わなかったということになるだろうし財表に至っても、まあ、80%ってことはないけどもそれに近いような数字の方々が残念な結果になってしまってるわけですね。でもあのー、これはもともと皆さんが受けていただいてる税理試験っていうのはやっぱ難関なのでね 皆さんだってその厳しさは僕がこんなこと言わなくてもよく分かりの通おり、まあ、なかなかね結果っってていいいううののはは伴わない時っていうのは実際問題あるんですよそれは皆さん方の能力どうこうっていうことではなかったりするんで、えー、やっぱりね、あのー、問題を見極めるって言ったって皆さん大体いいね税理試験の会場に行っていただく方の僕の感覚で言うとやっぱり9割方の方々はしっかり勝負を挑んでる方だと思うんですね。 1>, あの1割ぐらいはまあとりあえず今年は見とこうとか様子見とかいう方もいらっしゃるわけでえそれ以外の方々ってのもしっかりね勝負するつもりでやっぱり勉強して試験会場に行かれてるわけだから正直言って合格した方とそうじゃない方ってそんなに大きな力のある差があるとは僕は思ってない。 でだって現実に、まあ、今日の、ね、開示データなんかもよく見ていただくとお分かりになると思いますあご覧になってない方の国税庁のホームページから、ね、見ていただければ見れますからあご確認いただきたいと思うんですけどもそもそも、ね、会計科目に関しては実受験の比率申し込み人数に対する受験者の割合って7割とか、ね、それぐらいが一般的な目安になってて今年もそうなんですよ。 あの大体7割ぐらいしか受けないんです、まあ、逆に言うと申し込みした人の中で3割は受けこないんですよそれはやっぱり受験を断念してしまうそこまで準備ができないってことだから、まあ、逆に言えばまずその7割の中に皆さんはしっかり入っていただいてるわけで、えー、それに向けての準備っていうのもしっかりやられたということに当然なるわけですそうするとまあ、いろんな知識をね当然自分の中に身につけてさ で、試験会場に挑むわけだからあの試験の問題を見た時にやっぱりいろんな知識を皆さん身につけていただいたがゆえこの問題もいけそうだあの問題もいけそうだっていうのは当然出てきてしまう。 できそうな問題を切るっていうのはやっぱり受験生さんにとっては勇気がいるからだからこそ僕授業中にもよく言うようにあの時間配分っていうのは特にロンは本当に大事になるんだけどもただからやっぱりね持ってる知識をこれも使いたいあれも使いたいというのは当然出てしまうからその時間配分がうまく回らないことによって持ってる力が点数に反映できないっていうこともあるんでねそれは受験戦術上の失敗に過ぎず決して皆さん方の知識不足とかっていうことではないと思うんだよね。 でそういった部分についてはそういった受験戦術の部分を磨き直すとかあ組み立て直すことによって来年以降しっかり形につなげることもできるだろうし、まあ、見たくはないっていうのも気持ちはわかるんだけども一応ね、えー、結果の中には点数がついてます。でこれはあ皆さん方が本試験をお受けになった時点で、えー、採点がなされた結果なんで、まあ、その採点結果は採点結果としてまず受け入れでねどうしてこういう点数になってしまったのか。 そこの部分については今後どういうふうに対応して改善をしていくべきかっていうことはやっぱりね皆さんお一人お一人が捉えていった方のが僕いいと思うんですよ。だってせっかくっていう表現はよくないかもしれないけどこれは皆さんにとってねある意味試練だしえ、えー、いい教訓になるはずなのよ。結果が出なかったってこと自体は何の慰めにもなんないだろうし僕は慰めるつもりもない皆さんもそんなこと求めてないだろうし。で結果がね 伴わなかった時っていうのは、結局のところ合格ラインに乗った方々とやっぱり、皆さん方お一人お一人の回答容量とかね。試験問題に対する向き合い方みたいなものが、何かがやっぱり欠けてた部分があるんじゃないかなっていうのは捉えていただいた方がいいと思うんですよね。で、ね、僕なんか授業中によく言いますけどもまあ、本当にうちのテキストでいうと、この一二分冊目の領域ですよね。もうこれもう繰り返し僕言ってますけども、残票にしたってボキ論にしたってそう。 日照簿記定の2級までで見たことあるような論点が出てきたときにですねちゃんとこういった部分についての得点を拾えること拾うことができてるかどうかねそこはやっぱり再度確認しなきゃダメですよだから僕論のこの間の試験なんか僕本当にいい問題だと思うんですけどあれね例えばですよ連結会計が第2問とか出てるじゃないですか。あんな連結は まあ2級で見たことあるっちゃあるかもしんないけど連結ですから。あのでもねあれは一般的な随理試験の受験生さんが一生懸命手を出すような問題じゃないんです僕はもう当日の回答解説とかでも言ったしその後の検証会でも言いましたけど基本的にあんな連結はできなくていいんですだってあそこまで普通のボギロン受験生やってないですから。でしょでであれががきないことが ああ自分のミスだったっていうふうに判定をしてしまうのも一つの判断かもしれないけどもただそれをする前にちゃんと確認していただきたいのが例えば第3問の総合問題を見た時にもう僕は年から年中言ってますけど有形固定資産無形固定資産有価証券評価現預金の処理こういったところ全部できてますかこっちでででで間違っっっててる方ののががが絶対問題ななななんんんすすよよあの連結結きいいことによって結果が出なかったんじゃないんですえ そういうい基本的ななな部分が失点積み重るると差になるんですだってあの連結は実際捨ててる人いっぱいいるんだから。ね捨ててる人いっぱいいるんだから。そういうねやっぱりこの先進的な会計領域に属するものっていうのはどうしても分かりづらいってイメージがあるから難問出てきた時にそっちが印象強く残るのは分かる。分かるんだけども 受験勉強っていうのはあくまでもトータルでででの点数評価で上位点パー入るるためにやってるんですその前提で言えば極端な話じゃあその連結を解くためだけに連結の問題に特化して勉強したとしたってですよ。まあ端的な話ですけど連結だだけででききたたたとしたって他がななかかかっらら絶対浮かんないんいねそうすると問題を解くにあたってそもそも個別論点に対する向き合い方って自分は合ってたのかなっていうのはやっぱり見直した方がいいと思うんですよ。ねそれはせっかく試験を受けてね 今だってもし、えー、そういったね残念な結果が届けばやっぱりその悔しいのを悔しいで終わっちゃったらもったいないなわけですよなんでそういう結果になってしまったか自分が問題解く時にい,いろんな問題の中でどういう問題を優先的に解きどういう問題こそ自分にとって重要性が高いものなのかその見極めみたいなものをちゃんとつけていたかどうかそしてそれが本当に妥当な判断だったかどうかっていうのは見直した方が僕いいと思う。 でそれをやってってもらえれば簿記論合格するために、ね、何が必要かって見えてくるはずです。変に応用度の高い論点で簿記論の合否なんか左右絶対されないんだから絶対されませんよ。合否を左右してんのはベースの部分であり簿記論特有の論点なんです。そういうところで結果は左右される。ね。だからそういった基本論点のところでどれだけ正確に対応することができたのか。ね えー、またはそこの部分で誤ってしまったのか、まあ、もっと言うと全体的に問題習熟度が足りなくて問題の見極めうんのを考えるところまでいかなかったって方もいらっしゃると思うただね何にしてもこれは経験なんです皆さん方はやはり、ね、難関と呼ばれる税理試験に挑まれてでその中でい、えー、結果を出していこうということを試行されている方々なんだから。 ね、時にはやっぱり結果出ない時だってある、ね、で残念だけどって言ったらあれだけどまあ税理試験っていうのは根本的に競争試験ですからみんな基本的に試験会場に来る人たちのもう9割以上の人たちっていうのは本当に勝負かけに来てるんですよでその中で10%に入るってこれは実はすごいことなんです。ね、すごいことなの でそのすごいことを達成するためにやっぱり計画的に物事を捉えてていいいかななきゃいけないこところって絶対あるんです、ね、でそれがやっぱり母規ののとかの違いだと思うんだだよねだからあここでね悔しい思いをされた方々は来年以降それを果たしていけばいいここで一旦経験したものを来年以降の試験であったり次の税法につながるようにしていけばいいそうすれば結果としてここで大きな改善を図れれば トータルで考えればその不合格があったからこそ5つ揃えるのが早くなったんだ漢方に早く乗ることができたんだっていうことも全然あるわけです全然あるで僕はね1年なら1年半年なら半年まあ、学習期間っていうのはお一人お一人それぞれだと思うけどもあの一定の期間難関試験に向けてお仕事さねいながら家庭のことをやりながらお子さんの面倒を見ながらいろんなね事情を抱えながら勉強をやっていくってのはものすごい大変なことだと思うよ それを、皆さん方は、まあ、後悔する部分もあるかもしれないけど、まずやり遂げることができたわけじゃない。それって、まあ、普段から、いろんな資格試験を受けてるよって方、別かもしれないけども。一昨年ぐらいの状況を考えてくださいよ。一昨年の冬、今の時期に、そんなこと皆さんしてましたか。言った時に、してない方の方が、多分多いと思うのよ。ね。一生懸命仕事をしたり、一生懸命家のことをしたり、一生懸命大学に通ったりっていうのはしてたかもしれないけども。プラスアルファ。 まあ変な言い方だけど別に人に強制されてるやってるわけでも何でもなくて自分で奮起して、ね、まさに自己スキルを向上しようと考えて自発的に勉強されたわけでしょね一昨年の時点では多分そんなのなかったと思うのね多くの方々はそれがこの1年なり半年なり受験に向けてやることができただけでもこれすごいことじゃないものすごい成長してんですよでものすごい成長してる皆さんなんだから試験会場まで行くことができた人たちなんだから 悪い結果が出てしまった時にどこが悪かったのかを真摯に向き合って捉えるようにすれば絶対来年には改善できますよもう現に皆さんはここに至るまで努力するっていうね一昨年までの自分とはもう状況が変わるところまで持ってこれたわけじゃないだからできるんだからそれを今度は受験問題の対策に切り替わればいいだけの話ですもんね絶対できますよ いいいやお前はそうううかもいうかももししれななけどと思確かにねあのこれは人の人生に関わることだから僕は無駄に、えー、来年も頑張れ来年も頑張れって言うつもりもないです。まあ、無責任になると思うんで本当にもう受験勉強が厳しいとかあー辛いとかあー家庭の事情がそれを許さないとかいろんなことあると思うでいろんなことあると思うんでそれでも頑張んなさいっていうふうに僕は言うつもりはありませんみんな頑張ってると思うからねっ えー、いろんな事情で、まあ、今年で一つけじめをつけようというふうにお考えの方もいらっしゃるでしょう僕はそれはそれで皆さんのご判断だから一つありだと思う、まあ、ちょっと冷たいように聞こえるかもしれないけどそれはだって尊重するしかないもんね。で僕はあできることかならばあーやっぱりね来年以降も頑張ってほしいなとは思うけどもね。 まあ講師という立場だから言うわけじゃなくてさあそれは思うけどもでもうまくいかない時だ当然あるだからその結果としてここで一つ経りをつけよう、ね、見切りをつけましょうというのも一つの判断だと思うけどももしね心の中でまだ税理士というものに対しての未練があるならば未練という表現は違うなあー税理士に対しての、まあ、自分の中でね、えー、そこに達したいという欲求があるならば皆さんは絶対変われるんですよ だからあーうまいこと結果が出なかった方々は出なかった方々で何でこういう結果になったのか得点状況をしっかり見極めて問題の解き方にしても勉強の仕方にしても一つ切り替えを図るとこういうことをねぜひ今回の試験の結果を受けてやっていただきたい。だから例えばですけどいい結果が出なかった方々は点数の状況あるじゃないですか。 50点台で、えー、残念な結果になってるとか40点台で残念な結果になってるとかいろいろあると思うんだけどもい例えばね2回目3回目の受験だから経験者クラスに入るとかっていうのはあまりにもそれは安直な判断だと僕思うのねでうちも一応上級っていう形で経験者のクラスをやってたり。 ね、初学者向けの普通のパーフェクトのクラスや母材オーダーのクラスがあったりっていうところがあるけどもまあよその学校でもそういうレベルのね経験者向向けけののククララススとか初学者向けのクラスは当然講座展開してますでどこの学校さんで、えー、講義をご選択されるかっていうのはもう皆さんのご判断ですからあそこはねそれぞれ学校が合う合わないとかもっといや講師の話し方が合うとか合わないとかあると思うんでまあ皆さん方のね、えー、ご都合のいいもの またはあ自分に合うと思われるものを選ばれてじっくり挑んでいただければいいと思うんだけどもただいずれにしてもその講座等を選択するにあたってはね2回目の受験だから経験者とかそういうイージーな決め方はやっぱしない方がいいと思うんだよね。講座を選択するにあたっても今の話じゃないけどねこの間の本試験の問題を見返した時に。 やっぱりその簿記の3、2級出てるようなもう繰り返して悪いけど代表例で言いますけど有形固定資産無形固定資産なんていうね売却だ除却だなんじゃかんじゃなんてあるじゃないですか税理試験は簿記論だったら財表だってガンガン出るわけですよで関連項目まで含めれば原損会計もある資産塾債務もあるただ資産塾債務までひっくるめだってですよ まあ税効果とかは別の話としてもえ本質的な処理論っていうのは当然点数の取り床を形成する有形固定資産無形固定資産絡みの話なんだから当然そういう部分については確実にやっぱ点数を取っていかなきゃいけないものであることは間違いないじゃあそういう部分についての正答率が自分の中でどうだったのかっていうことを再度確認した方がいいと思うのよだから例えばだけど点数が50点台だとしても有形無形の固定資産に関する失点率がそれなりにあるとかまあ、単純な話ですけど問題集の問題解いたときにね まあ,あるかかないかは別にしてその有形向けの固定資産を例に取った時に正答率が8割ですっていうのはこれは低いですよ。厳しいようだけど。問題集の2割ぐらいやっぱ間違えちゃうとかそうだな、まあ、経験者という前提で言うんであるならば問題集レベルの問題解いた時に有形向け固定資産絡みの話でね正答率が。 ああ9割程度しかないよ1割は間違えますっていうのはちょっとやっぱりこれはいかがなものかって僕思うんですよ。ねだって出るるの分かってるじゃないそうでしょ必ず出るって分かってるんだからそれを問題集レベル日々挑む問題集レベルでやっぱり100%に近づけとくとかさもう各担当の講師がこれはいらないよっていうような問題があればそれはいいと思うのよ。 保険ですっていう話があればそれは後回しで構わないと思うんだけどね。そうじゃなくて抗議中に取り扱ったような論点を前提にしたときに正答率が9割ですこれは低いよ今僕が言ってるのは UKM 下校でしたの話でしょ現預金の別にいいや現預金の話なんかの問題とこうってったときに9割の正答率これは低いですよどう考えたってそうなったときに、まあ、さっきの話じゃないけどねこの間の試験出た募金論であれば連結会計の難しいのは出たじゃないですか ああいう問題の対策を取る時間があるんだったらまずその現金の論点を100%の正答率持っていかないと。で有形無形の固定資産に関する扱いを100%の正答率日々使う問題集のレベルではもう100%の正答率持っていかないと。でしょ、まあ、人間のやることですから100%ってのはなかなか出ないかもしれないけどそれに近づける99なのか98なのか分かんないけどそれぐらいの比率に近づけるような前提をやっぱり達成してからじゃないと。 ああいう難関みたいなね難問と言えるような連結の問題の勉強をやっても正直僕は言葉きついかもしれないけど意味がないと思いますだそこの見極めなのねじゃあそれができるようにするためには何が必要かって言ったら2回目の受験だからじゃあ自動的に上級者違うと思うんだよねそうじゃないと思うのよやっぱり知ってんの多くがその簿記の3 2級で見たことあるような論点のところとかま簿、あ、記論で言うんだったらまあこの間第一問出ましたけど長母の話とかねあるじゃないですか ああいう基本の部分、まあ、少し第一問難しかったですけどもただもう土台のところからね帳簿関連が出ると全然分かりませんとかっていう人もいるわけでそれはいかがなもんですか話になると思うのね。だったら2回目の受験であったとしても僕はもう1回名スの授業を受けた方のがその人にとってはプラスになると思う。で逆に言うと まあ大体どこの学校さんでも、まあ、多少の違いはあるにしたっておおむね、えー、上級経験者向けのクラスっていうのは、まあ、あなた方ここまでできてますよねじゃあプラスアルファ保険的にこの話の受けときましょうよっていう授業構成が多いわけですよ。でそうなってしまうとベースのところが本当にできてるんだったら僕いいと思うんです。 ベースのところが本当にできてるある程度知識はもう固まってるあとは問題演習をこなせば十分問題は解けるようになるっていうんだったら僕はそれでいいと思うんだけどもそうじゃないのに無理して上級クラスとか経験者クラス行っても正直言ってだからまあ僕の個人的な感覚で言えばなんですけど、まあ、やっぱりね上級者とか経験者っていうクラスを選択しても基本問題ないですよねっていうのはやっぱ50点とか。 あその前後ぐらいの点数がやっぱり一つ取れてるというのは必要だと僕は思うんだよね。で一つの判断はそこだけどもただ50点超えてる方であってもねもう一回そのベースの部分をしっかり固めた方のが僕はいいだろうと自分の問題解いた経験上の感覚としてそこの部分の弱さがあるからだったらそのベースの部分を固めるような準備をしていこうと思われるんだったら別に初学者向けのクラスをもう一回調校したら力が下がるかって下がんないからね。 下がりませんよ全然上級クラスをやったら力が上がるのかってそんなことないんです上級クラスはより広範な視野のものを見るっていうのが基本なのでその前提からすれば土台のところプラスアルファで幅を広げたば点数の伸びる可能性は高まるでしょそこがうまく回れば当然上級者とか経験者のクラスってのは有効に活用できるけどえ土台の部分で揺らいでる部分が多かったりすると 決して上級のクラスってむしろマイナスの働くと僕は思ってるんで、だからそういったことの見極めっていうのはお一人お一人皆さん方お一人お一人しかできないわけですよ。そうでしょ単純に点数言われたからはいどうですか。じゃあこれで僕はそれちょっと違うと思うんだよね。でやっぱりご自分の状況っていうのをしっかり捉えてさ、でその上で来年に向けてね、えー、しっかり準備を進めるという形にしてっていただきたいなと。 いうふうに思うんですねでなんか取り,取り留めのない話になっちゃったんだけど、まあ、今日はねあの一応今後の対策ということになるんでまず残念な結果になってしまった方々は是非この間の試験の問題を再度見,見直すというか思い起こしをしていただいて。 どこのの部分分回答要領等で自ががミスがあったもうこれすでにねやっていただいてる方多いと思いますけどもそういったところをしっかりとやっぱり見極めることで来年に向けての対策というのをしっかり練り直していただきたいなというふうに思うしで今回ね無事結果を出すことができた方々は、まあ、残りの科目があると思うのであの多くの方々は残りの科目にもうすでに入っていただいてる方々もいらっしゃると思います。 でそので方々はまあ端的な話ですけど特に財表の理論なんていうのはねあれはあ,のあくまでも税理試験の中でも比較的このいわゆる自由な作文が認められる科目ですからあーだから税法の理論と財表の理論はやっぱりねちょっと基本的なスタンスが違うところもあるんで、まあ、そのまま財表の理論のスタンスを維持するっていうことにもならないとは思うんだけども。 まあ当然それは科目科目の特性を考慮しながら勉強ってのは進めなきゃいけないとは思うんだけどただね大きな筋としてえこれまで母材でやってきていただいた結果を出すことができたっていうスタンスは維持していただいて何の問題もないわけだからあその気持ちというのかなあ勉強に向き合うスタンスを維持していただければきっと来年以降だって税法いい結果残せると思いますからねぜひ来年の税法に向けて頑張っていただきたいと思うしね。 本当に結果が出なかった方々があーこのあとねどういうふうに勉強を進めていったらいいのかっていうのが一つね皆さんにご提案するべき話かなと僕がお話しするべき話かなとは思うので是非ね来年に向けての準備を始められるにあたってはせっかく受けた試験です、ね、残念な結果になられた方々悔しい思いをされた方々、ね、来年こそは気持ちよく クリスマスを迎え新年を迎えられるようにするためにもねどうしてこういう状況になってしまったのかをねちょっと辛い話だと思うけども少し時間を取ってさこの間の本試験の見返しをしてみようよねそうすることで来年に向けて自分が何をするべきかっていうのは見えてくるような気もするしさそれでもまだわからないっていうのは当然あると思うのでそういう時にはま例えば私どものスタッフの方にお電話いただいてご相談いただくとか全然構いませんし。 であとはあの私は大体都内にしかいないんであれなんですけど僕はあの毎週日曜日にね水道橋本校っていうところで母材オーダーのクラス通学のクラスをやってますでやっておりますんであの、まあ、事前にお電話なんかいただければ講義終わった後とで待ってますから、まあ、日曜日に水道橋来敷ても正直何もないっちゃ何もないんですけどあのねまあ来ていただければドームぐらいはね見て帰っていただくこともできると思うんであのまあ冗談をした時ね あの来ていただければ全然相談に乗せさせていただきますよ。まあ僕が本当にどこまで役に立つかわからないけどねあの事前にお電話いただければ、まあ、待ってますんで、えー、水戸橋本校の方に電話いただいてね相談したいんでっていうふうにおっしゃっていただければ何の問題もありませんからまあそういった形でね私を使っていただくのも結構ですし。 えー、メール等でご連絡をいただいて、えー、例えば在表であれば並木先生の授業をお受けになった方もいらっしゃるでしょう。で並木先生にご相談されたいということであれば、まあ、ちょっとね えー、メール等でご連絡いただくとか、まあ、そういうのも可能なんでまあ皆さん方ね是非そういったところは前向きにちょっと今、まあ、並木先生お忙しいんでね、あのー、少しメールで、えー、ご連絡いただいても、まあ、代わりのも者が対応する時もあるかもしれませんし、えー、お返事が遅くなってしまうこともあるかもしれませんけどもおただまあ,あ私ども講師以外でも専任のスタッフが。 あもう死刑のことを熟知したスタッフがうちもいっぱいいますんで、えー、そういったものがですね、えー、皆さん方のご相談に乗せていただくこともできますからいずれにしてもまずはご自分の状況をしっかり見極めることです、ね、僕はこう思ったとだったらそこの部分の改善を趣旨として、まあ、来年以降に向けて進んでいこうというふうに思ってもらえればね僕はそれで今回の結果いい結果が出なかった方々も決してこれは無駄にならないと思う。 繰り返しますけど、税理試験は難関です。難しいんです。一生懸命やったって結果が出ないときはあるんです。だから価値があるんです。そうでしょ。ちょっと頑張ってちょっとやれやちょっと結果出ますってちょっとちょっとまであれですけど、そんなのなんつうのこれちょっと表現は難しいけど皆さん方がね、ある意味ですか、まあ、 そうだな命削ってって言ったら大げさになるかもしんないけどやっぱ睡眠時間削ったりね自分の余暇を削ったりっていうのは精神的にも肉体的にも負担をかけてることは間違いないわけだからそこまでやっても価値のあるものだからこそみんな頑張るんでしょ僕は税理士頑張っていいただく価値あると思いますよ何か相も変わらずですね AI が進展すると税理士はなくなるとかとんちんかんなこと言ってますけど税理士の仕事がなくなる頃には他の仕事もっとなくなりますよ。ねえ。 えで皆さん方税理士をお選びの方々っていうのは当然のことながら将来性をよく理解されてる方が多いと思います間違いなく税務会計に関する専門家の知識っていうのは高度人材のスキルですから間違いないですよでこの領域の仕事がなくなる頃には他の事務職なんか何にもなくなりますよそもそもあ,あったとしたってまあいわゆる正規社員としての雇用がん担保されるようなものじゃないと思いますよ 間違いないもしこれがなくなるならねそりゃそうでしょうでだってあのまあ堂々明です生この間 GMO っていうね有名な会社があるじゃないですかネット系の企業ですけどあそこなんかもう新卒採用は高度人材がやんないっていう方針を打ち出しましたよねその中には高度人材ですから、まあ、弁護士さんとか放送資格を持ってるとかね税理士さんとかそういったもの入ってますでそういった人たちは取るでも逆に言うとそうじゃない人はいらないでもそれは GMO だけが特殊なのか多分違いますよ えー、これからどん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 それは先鋭化すると思います僕はそう思ってる、えー、もう皆さん方もお分かりの通りいいもう日本はガラッと変わったんです、ねえー、どっかの会社にいいところいい大学出てどっかの会社に入ってそこそこ給料もらって生活できる時代ってないことはもう10年も前から分かってるだからこそ皆さん方は頑張ろうと思ってるで頑張っていただく価値はあるんですもう皆さんそういったところで先鋭の目を発揮することもできてる方々なんだからえ あとは結果が伴わなかったとしてもそれはね焦点を当てる場所をちょっと間違えちゃっただけっていう方が多分僕は多いと思う講師の経験上。でそこの部分を補正するためにはまずご自分なりの改善点というのをしっかり見ることが大事だと思うし自分だけで見いだすことが難しければそういった部分についてのご相談というのは先ほど申し上げたとおり載せさせていただくこともできるんでね是非ね前向きに考えていただいて。 来年の試験に向けてね準備っていうのを今こそ始めていただくということで僕はいいんじゃないかなというふうに思いますもうちょうどね来年の72回試験、えー、令和4年度試験についての実施スケジュールももう出てますえっ、ー、と来年はね8月2日から8月4日までねまあ予定ですから変更になる可能性もあるけどももうこれも出ましたねでこの1年間ね 71回の試験に向けて準備された方々にしてみれば1月から8月の試験まであっという間に時間が過ぎるというのはもう経験済みのはず、ね、まあここはあこれまでのお疲れもあるでしょうし年末年始ぐらいはちょっとゆっくりしていただければ僕はいいかなというふうに思いますねで年末年始はゆっくり過ごしていただいて年が明けたらねちょうどリセットですよよ、ね、えー、よし来年こそはと今年こそはとお次こそは もう二度ととあんなな悔ししいいい思いはしないと、ね、倍返しじゃないけども1、ね、科目残念だったんだからじゃあ2科目合格してやろうよとそういうつもりでやっていただければ決してできないものじゃないと思う僕は。ね。なら是非皆さん前向きに捉えていただいてまあ前向きに捉えてくれっちゅうのもねなかなかいい結果が出なかった場合には厳しいんだけどもでも僕は本当にさっき申し上げたように皆さんのこと思ってるんです。あのー、本当に一昨年のことをイメージして 普段から勉強をコツコツやってますって人はなかなかそんなの当てはまんないと思うけどね一おととしぐらいの時におととしのクリスマス時期にこんなに一生懸命勉強すると思ってましたしてなかったでしょでもそれがい71回の試験に向けて一生懸命勉強できたんだったらばそれはもう皆さん方一おととしまでの自分とは違うんですよ。大きく成長されてんです。あとはそそこにに結果をを載せるるだけですすよでそのために何をするか ね、いうことをお考えいただければいいだけだからできますよ試験に挑むまで頑張れたんだから、ね、繰り返すけど受かる人と落ちてしまった方々残念な結果になってしまった方々の間にそんなに大きな点数の差って多分ないですよ。まあ数字としてはね20点開きました30点開きましたってのはあるかもしれないけどもその30点負けてしまった方々だって問題に対する挑み方 勉強の組み立て方そういったものをしっかりと立て直すことができれば僕はすぐ,、えー、豪華ぐらいに乗った方々のとところまで行けると思う、まあ、当然そのためには大変な努力が必要ですから決してイージーなものではない難関ですからそれなりの努力をまたしなきゃいけないところも出てくるとは思うでも僕はできないとは思わないだって頑張れたんだから最初の話に戻るけど税理試験っいうのは 受験申し込みをした人の中でも7割ぐらいしか受けこないんですよ3割はえゴールデンウィーク明けに申し込みして8月の試験までに諦めるんですよでもっと言っちゃえば勉強を始めてから申し込みの期間までにやめちゃう人なんかもっといるんですよその厳しい勉強を皆さん方乗り越えて試験まで頑張れたんだからでしょこれは大変なことなのよでそこまでやれる人たちなんだから ちゃんとした対策を練り直せば絶対結果出るってなかなかできないんですよこれはねもう繰り返し悪いけど一昨年のご自分に聞いてみてくださいねそんなに厳しいものをやれると思ってましたなかなかいらっしゃらないと思いますよだからいろいろ、ね、振り返って改善しなきゃいけないところもあると思うけど まあそういったものを少しし勘案しながらさ来年以降の受験プランというものをやっぱり相談して、えー、組み立てていただければいいと思うし、まあ、僕らでお役に立てることがあればね、えー、そこはご相談に乗せさせてもいただきますから、ね、これはあ一つの、まあ、ある意味試練、ね、結果が伴わなかったっていうのは悔しいのはもう分かる僕だってそういうの年賀な忍者ありましたからあ分かる分かるけどそれは試練なんです。 で来年以降いい結果につなげれば決して今年のねその残念な結果というのは無駄にはならない。ね、で合格された方は合格された方でここでやってきた勉強の仕方というものを生かして次に進むこれも当然有意義に活用することができてる。何にしてもこの思いをね、えー、この1年間試験に向けてやってきた思いというのを無駄にしないように、ね、前向きに物事を捉えてね、えー、来年に向けての道というものを考えていただきたいなと思います。 はいそしたらねまあ繰り返しになるけどうちのスタッフでも専門知識を持ったものを多数置いてて、えー、じゃないいますんでねお電話でも結構ですからお気軽にご相談いただきながら、ね、来年以降の道というものを考えてみてくださいでまたあ私の方でもです、ねえー、公開ガイダンス等を行う予定もまだ日程は決まってないけどありますんで、えー、そういったものもご活用いただきながら、ね、ぜひ前向きにご検討いただければと思いますはいということで、まあ、少しよもやま話が多くなりましたがあー今回の 結果を受けてのお皆さんに対してのまあ、ある意味これはまあ応援です、えー、いうところになると思うんですけどね、えー、動画を上げさせていただこうというところでございますまあ、ぜひ皆さんあのー、変に落ち込みすぎる必要はないにまず自分がここまで試験まで頑張れたことをそれは誇りと思ってくださいよ、2. いや結果が伴わなかったからそれは思えないご自分に厳しくするのは一つありだとは思うけども変に卑下する必要はない やれただけすごいんです本本試験までで行けたってのは本当にすすごいんですだから結果が良かった方々はご褒美としてこの年末年始ゆっくり休めるところは休めればいいと思うねまあ税法の勉強があるから休んでらんねえっていう方もいらっしゃるでしょうけどもでもね年末年始ぐらいゆっくり休んだのはいいよだってもうこれでまとまった休みが取れるのって皆さん税理士の受験生ないんだからでしょゴールデンウィーク以降はもう追い込みなんですから年末年始ぐらいはゆっくり休んだり。 ね、一生懸命勉強させてくれる家族のためにサービスしたりとか友達のためにサービスしたりとか彼女のためにしたりとかしてあげてくださいよ。だってその人たちがゴールデンウィークを皆さんを支えてくれてるんだからだからあ年末年始はゆっくり休めばいい僕は本当にそう思う。ね、で年明けにギアを入れ替えて、ねえー、結果が出るように頑張っていけばいい。ねまあ、僕らは最大限そのための応援はさせていただくし。 まあ本当にね、魅力だし役に立たないかもしれないけど、一生懸命後ろでわーわーわー,ー言うだけかもしれませんけど、まあでもそれが僕の役割だとは思ってるし、まあ当然他の諸先輩方、先生方もね、えー、皆さんそういう前提で講義は担当しておりますんでね、ぜひ皆さん前向きに、ね、年明けからまた次の道に向けてね、頑張れるようにしていただければと思います。まあ何にしても、とりあえず71回の試験の結果出ましたんで。 ねえー、本当に1年間皆さんお疲れ様でしたもう新しい勝負が始まっておいでの方々が圧倒的多数だと思うけどもそれはそれでね今回の結果を受けてまた次へねえー、生かす部分は生かし反省する部分は反省しね改善点として活用していけばそれで僕はいいと思うのでねそういう前提で是非、えー、ね前向きに。 来年の試験に向けけてて準備を始めいいただければと思います、はい、以上で本日のガイダンスはおしまいというところになります。皆さんご清聴いただきましてありがとうございました。あ本当にね何かありましたらご質問等お気軽にくださいね、はい。以上で今日はおしまいです。皆さんありがとうございました。